はい、というわけで今浜松、はい、史上初の豊橋に来ました。ここです。ここが豊橋です。ここです。史上初来ました。本当に史上初来ましたよ。ここが豊橋駅の状況ですね。結構大きいでしょ。新幹線発着場所なんです。意外やね、ここ浜松。おお、そう、史上初来たんですよ、この場所。今、あんな浜松方面はまだ10時7分ですよ。日本の時間帯で、日本の神戸時間帯からですよ。時間ね。さて、まあ、ゴジラとかこういう状況やったら、絶対この区間は計画運休しますとは、とか、規制運行しますとは、絶対言うよ。運送とはしますって。絶対通知が来るんや、こうやって。で、ああいう会、通知絶対来るんや、来ることになってる。地震でもそう、まあ、だからこういうと止まるで。残念だけど急いでる方もいえ、仕事先に見たら私は法制化するわ。ふるさと納税さ、減免申告書送るから、証明書なり発行するから、あの県は安全だから保証するからね。はじめ自民党はそういうとこ全然儲けてない。基本にも絶対儲けてない。絶対対策方法だって、責任隠蔽しようなんて無理やからね。じゃあそんなことしたらここら辺にいるとか、ね、防犯カメラどうするの。これも設置禁止されるで。こう解釈したら全部言論封殺した。カメラの設置も禁止されへんよ。防犯カメラの設置禁止義務化されへんやで。こういう意味やで。分かった、自民党、むやみに統制したらあかんで。こういう店も自動的にシャットダウン、クダウンしてまんやで。分かってんの。これ承知の上であんなの自民党総案まだかけ強行採決するの。どうせえな、圧力かけるんやろ。世論、いい加減な世論調査使って、騙しても無理やぞ。騙しても無理やからな、生活を潰れんやぞ。本当にあんたらテロ組織か。まあ国内テロ組織に指定するから、非合法化した後で。残念だが自民党自発的にもう離党届け、検討者の違約金なり払って構わないんですよ。そんなのね。まあすみませんね、つまらない。今は豊橋紹介ね。ここが今回浜松に行くのはちょっと使徒としてどうかでいいかなと、ちょっと調査したかったんでな。自分で現場を見たかったんでな。こういう人たちの状況を見て現場を見たかったんでな。あんまりこう西日本方面にはこういう情報ないんでな。録画ですけどね、録画いいんや、後撮りでも。これが本物。え、偽物？そんなわけない、本物に決まってるよ。偽物ですか？本物ね。で、本物ですよ、これも。こんなこと言ったらこれどうするの。本物ですよ、これも。本物ですよ、冗談ではなく本物ですよ、これ本物の広告ですよ。本物の、フェイクニュース言っとけよ。日本の報道関係じゃん。あんたらが NHK、お前らもや、フェイクニュースや。 NHK は解体する。ちょっと受信料ぼったくりや、ジャスラック同様取りすぎや、悪質極まりや。厳しくやせんと、統制性ない。アニメが小泉さん言うように民営化、廃営化するはもういらねえ。あんな国財閥不要や。日本年金庫だ、国税庁はもう株式会社上場できるよ。東証にとか上場、証券会社に上場でき、証券上場できる法改正はするわ。それはもう検討するわね。そうですね。で、ここがまあすいませんね、ここが豊橋です。はい、これはどこの共通の部分ね。ね、ほらこういう施設は結構綺麗でしょ。ここから先は新幹線の乗り場です。共通点ね。サムが乗るのは10時発のやつね。それと浜松は声優の小林さんの故郷なんですよね。でもここちょっと首都としてどうかで試したかったね。地図だけじゃ分からなかったんで現場を見に行かないと。多分もう帰ってくるのはもう夕方前や。ちょっと早めに帰らんと。問題が発生したんで、
かかるんで分かったんだな。ちょっとまあ谷川さんのせいで全然来てかかったんで、まあなんか昨日ぐらいイベントがあったみたいですね。ここイベントがあったみたいです。すごいでしょうね。なんかどら焼きがあるんで、まあ後で買いますね。ちょっと15分以内に刻みで撮ってるんでちょっと混乱してるんでな。とりあえずこんにちは、サムですね。あんまり私も知らなかったね。こういう形で訪問しました。また次の機会来るんでね。そういうことですね。こういう施設でもそうあれでもね、保証はしますからね。ちゃんと保証制設けるから、もちろん1人当たり100万支給するから、これするからね。3ヶ月間はちゃんと暮らせるように設計してるから、あの賃貸住宅高いんやん、資金、礼金とかが電気代含めれば20万もするんや、今15万もするんや、計算したら格安ないんや今。ちょっと消費税増税とかで、そういうわけで対策は練ったんでちゃんと、ね、じゃあもうそろそろ出発するんで、後ほど失礼します。